はい、田沼さん、皐月賞はキャプテンさんに惨敗でしたね。首位の反響いかがでしたでしょうか。各方面でですね、はい、大きなインパクトがありましたね。こんなに大敗するのかと、本当に、プロとしてね、はい、ちょっと恥ずべきことなんですけど、はい、常にポジティブシンキング、ポジティブシンキングで前を向いていきたいと思います、はい、これから G1 が続きまして、まあ、その第1週目ということで天皇賞が行われるんですけれども、はい、田沼さん、その天皇賞の見どころをですね、ちょっと教えていただけますか。そうですね、 G1 馬2頭ですね、はい、ゴールドシップ絆が参戦、はい、受賞連勝中のアドマイアデウス、はい、あと昨年3着の北高ブレイブと、はい、まあ、フェノメノの、回避は残念なんですけれども、はい、非常にですね、ハイレベルの争いになるんじゃないかなと思います。そうですね、そして今回ちょっとそのレベルが、まあ、いろんなメンバーが揃っているということで、まあ、ネット競馬のスタッフさんともいろいろ考えてちょっと企画を考えたんですけれども、はい、まあ、今回は、絆ゴールドシップの軍配をズバリと題しまして、まあ、今回出走している G1 馬2頭をですね、はい、の絆とゴールドシップどちらを上に評価するかということを含めて田沼さんにちょっと1頭ずつ判断していただければと思います、はい、まあ、ちなみにこの動画ずっとゴールドシップの方は追いかけてるというか主者選択をずっと追ってまして、はい、AJCC と阪神大賞典の2回やったんですけれども、はい、まさにですね、本当にね、ゴールドシップっていうのはですね、はい、多分天敵じゃないかなと、うん、本当に相性が悪いです。そうですね、私この動画を見ているんじゃないかという思うほどね、はい、あれですかね、嫌われてるんですかね。嫌われてる、まあ、でもその嫌い方もある意味名物企画みたいな形になってまして、現状まあ今の時点でネット競馬の予想図が5番人気って形で、はい、G1 最多ですね、まあ、G1 5勝しているこのメンバーでは実力ではかなり上だと思われているのに、ちょっと冷ややかな評価がされてるんですけれども、うん、まあ、皆さんご存知の通りですね、はい、阪神、中山、うん、力のいる馬場でですね、構想歴がやっぱり光りますからね、はい、その辺で敬遠されてる要因になってるかもしれません、ね、まあ、そうですね、過去2年人気を集めてちょっと裏切るようなこのコースではっていうことになってるので、やっぱファンの方からは心配なところあるかと思うんですけれども、はい、逆にですね、ゴールドシップで今回買うっていうか、はい、まあ、前向きに捉える点とかっていうのは田沼さんの他でありますでしょうか。やはりですね、はい、ゴールドシップはスタミナがある、うん、やっぱ典型的なステイヤーで、はい、距離の 3200m っていうのはですね、プラスになるのは間違いないですね、はい、まあ、横山紀弘騎手がですね、はい、もう大胆な騎乗ですると思うんですよ、はい、騎手作戦で、うん、もしかしたらですね、本当に花を叩いてですね、はい、もう先行策、うん、もう逃げるという作戦に出る可能性もある、はい、うん、まあ、そう出た時には怖いなという感じがしますよね。そうですね、ペースはある程度そんなに速くならないだろうし、うん、まあ、横山騎手イングランディーレで天皇賞逃げ切ってたりとかしますもんね。そうですね、あの時もね、はい、人気がなくて、うん、一人旅で、はい、本当にあっと言わせましたけれども、はい、騎手作戦でね、そうですね、はい、横山騎手乗り換わったっていうので何かしら策があるのかなっていうのはちょっと思わせるところはあるかと思います。そうですね、はい、では続いて、そうですね、現状2番人気であります絆の方の評価をいただければと思うんですけれども、絆の方はなんかいかがですか。そうですね、やっぱり昨年、はい、まあ、4着本当はね、この馬にとってはですね、この3200というのは、はい、距離的にはもしかしたら少し長いのかもしれない、うん、ただやっぱりね、能力の絶対値でね、うん、カバーしそうな気がしますよね、はい、まあ、ただ間違いなく1、2番人気にはなるんじゃないかなと当日は思います。ただやっぱ前走の負けがちょっと嫌われてるところはありますよね。前走ね、やっぱりラキシスは、まあ、並んで突き放されました、はい、例えばラキシスは G1 馬ですし、うん、あとね、あの時道悪でね、はい、道悪の降雪っていうのが1日着の結果につながったのかなという感じがします、うん、幸いにもね、今回は両馬場で、はい、できますかね、ずっと天気が京都はいいんで、うん、はい、やっぱり切れ味が活かせる馬場っていうのはね、はい、この馬にとってはプラスになるだろうと思います、はい、なるほど。じゃあそしたらちょっとここで決断のしていただこうと思うんですけれども、はい、この G1 馬2頭、絆とゴールドシップ、はい、この2頭の比較で上に取り上げるのはどちらになりますでしょうか。絆です。京都コース3勝の実績が示す通り、うん、はい、この馬の決め手が勝るんじゃないかと。ベストはね、2000から2400が一番いいのかもしれませんけれども、まあ、それは昨年の実績を見ても分かるようにね、はい、まあ、無事に回ってくれば、
それなりの結果、もちろん交渉にあるなるんじゃないかなと思いますね。わかりました、はい、ゴールドシップ、ごめんなさい、ゴールドシップは切っていいですかね。いや、やはりフェノメノとかがいなくなってね、はい、私は抑えの評価に回したいと思います。なるほど、消すのはちょっとね、はい、まあ、ちょっと切り切れないところがちょっと田沼さんが今弱ってるなっていうのを、切りませんか。いや、ね、去年一昨年みたいな競馬をするとちょっと厳しいかなって感じですよね。まあ、同じ競馬は多分しないんじゃないですかね。うん、何かしらやっぱ戦法があって今回登録してきたっていうことだと思います。そうですね、はいはい、じゃ、ちなみになんですけれども、はい、今回その本命っていう形になるとやっぱ絆でっていうことでもない感じなんですかね。そうですね、絆はまあ上位の中の私をこの絆を含めてですね、はい、本命を3頭に絞ってるんです、うん、はい、その中ので今迷ってる段階で、はい、この結論はですね週末の、ナンバーワン予想でですね、うん、披露したいと思います。なるほど、その辺の確定した、本命は週末のナンバーワン予想で、はいはい、見ていただければと思います。わかりました。今回も田沼さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。